はい、guys、どうも岡戸でございます。今日はですね、僕のあの音楽お友達のですね、ネピカさんって方がですね、またあの新曲を作ったということで、新曲を作った編曲になるみたいで、作詞作曲はナーズさんって方がやりまして、で編曲をその僕のお友達のネピカさんがやりまして、ボーカルが長瀬香織さんという方が歌っている曲をですね、新しくリリースするということなので、また僕がアートワークを任されてしまいまして、クリスマスっぽいやつを作ってみました。曲名はジングルベールだそうです。これです。さっきからずっとここに置いてあったこれなんですけど、12月25日にサウンドクラウド、バンドキャンプニコニコ動画の方で公開されるそうなんで、リンクは、貼っておきますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。いい感じのあれです、いい感じの曲です。あの僕もあの過去動画でいろいろアートワーク作りましたよっていう動画をちょこちょこ上げてると思うんですけど、そこにあのちょろちょろ僕が手伝わせてもらっていた彼でございます。今後ろでかかってる音楽はそれなんですけど、いいよね。僕もなんかね、曲作りたくなっちゃうんだよね、それ聞くと。歌物とかやってみたいんだよね。僕歌えないから、誰か歌う上手い人一緒に曲作ってくんないかなね、というような、そんなお話でございました。僕曲作る以外にもちょくちょくこんなことやってるんです。サウンドクラウド、バンドキャンプ、ニコニコ動画で、フリーで落とせるそうなんで、ちょっと気になる方はぜひぜひダウンロードしてみてください。しかし面白いですね。自分たちで作って、ここまでみんなで作れるんだから。昔なんか昔あ、でも僕らが曲作り出した時もそうか、もうインターネットで配信っていうのがあったから、もっと昔になるとやっぱ友達の間でとかね、でテープかなんかに録音してさ、バンドでやったやつとか、それ友達の間に配るぐらいしかなかったんじゃないですか、昔は。そういうのしか考えらんない。あとはまあなんだろう、それこそね、積極的にやるならなんか CD 屋さんに置いてもらうとか、その辺までね行くとまた大変だからね。気軽にこのなんかみんなに聞いてもらえるっていうのはすげえ嬉しいですよ。僕もね、この間のね、この間作った曲、あの動画で使いましたよみたいな感じでコメントいただけると、めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいですよ。その動画にね、何人かなんかいろいろ友達とかが映ってる動画とかに使ってもらったりとかして、なんかいいな、いいな、なんかこういうのも嬉しいなと思うわけでございます。この曲はね、聴くだけならフリーでダウンロードできるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。もう一回、作詞作曲はナーズさん、編曲ネピカさん、ボーカルは長瀬香織さんと、アートワークは僕言っとく、アートワークは僕だよ。ジングルベールという曲です。ぜひぜひダウンロードしてみてください。